ドコモプライムシリーズ SH-03A は、シャープによって開発された NTT ドコモの第3世代携帯電話端末である。ドコモプライムシリーズの端末、SH-01A と共にドコモプライムシリーズに属するシャープの端末、SH-01A がサイクロイド型のアクオス形態で SH906f の後継機であるのに対し、SH-03A は回転二軸型で SH906i の後継機にあたる SH-01A の兄弟機とも言うことができ、ハードウェア面、ソフトウェア面いずれにも共通点が多い。ディスプレイは 3.0 インチフルワイド VGA 液晶で SH906i から引き継がれたタッチパネルを搭載しているものの、メール作成など利用できない機能がある。メインカメラとして SH-01A と同じ AF 付きの約800万画素 CCD カメラを搭載している。SH-01A と異なり、インカメラはないが、回転二軸機構を利用し、メインカメラを使ってテレビ電話ができる。また、カメラのソフトウェア面の機能は SH-01A より優れており、通常ポジションビューアポジションそれぞれで撮影できる。サイズの種類にほぼ制限がないこと、笑顔フォーカスシャッター振り向き、シャッターモードを搭載していることなどがある。本体部分はカメラユニットの向きが異なることを除いて SH-01A と同じである。決定キー部分にはシャープの携帯電話では初となる指紋認証センサーが内蔵されており、暗証番号入力の代替手段として利用できる。パソコンで多く用いられている。アクシスフォントをプリインストールしている。また i モードでトルータイプフォントをダウンロードし利用することもできる。ドコモが同時発表したサービスでは i コンシェル、i ウィジェット、i アプリオンラインのすべてに対応している。PE モードのメールはウェブメールとなる。2009年2月3日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2009年5月15日に以下の不具合の修正がソフトウェアの更新でなされた。2009年5月27日に5月18日から以下の不具合により中断していた2回目のソフトウェアの更新を修正し再開。ありがとうございます。